シにはジェレットがついている。そこからラモス、スイッチディフェンスを見せた。そしてウェルシュ、2ポイント。非常にいい入りですよね、オフェンス。なるほど。さあ今度松下がアタックに行った、うん、今のアタックいかがですか。はい、素晴らしいと思いますね、はい、島谷には遠藤がつく。アンダーで守って、このディフェンスの強度も高い。キャッチ&シュート、松下。今日松下がここまで5得点。寺園には高島がついている。そして中野、エルボーガンパー決めました。いいですね、はい、今何が良かったですか。いや、さあ寺園のアタック、フローターショット、今の動きどうでしょう。いや、左手で非常にうまい。チームとして6分の5のスリーポイントの確率。さあ今度は関野がいった、キックアウトして中野司のスリーポイントショット。あ、いいですね、オフェンスのスペースなんですね、はい、いいですね、はい、アレンがアタックした、まあ、北海道関野に対して、関野タフショットになっている。ここを決めた、ディフェンスです。連続得点になれば流れを作れるか。ウェルシュ、クリーナーからウェルシュ、もう間もなく5秒を切ります。ショットクロックがない。寺園のスリーポイントショット、北海道のウェルシュからアレン、フィーダーウェイのショット、よく決めた。タイムアウト宇都宮。今の北海道のオフェンスですが、そうですね、ちょっとタフショットだったんですけど、よく決めましたよね。チームとしての宇都宮成功確率。さあ北海道最初の得点、後半は北海道ということになるか。クリーナーショット決めてきました、いかがですか。いや、もういいシュートだと思うので、これはある程度スリーポイント打てるぞという状況になります。関野が打った、来た、この後のディフェンスですね。に対して小川がついている。そうですね、これスクリーン行ってもズレができないんですよね、しっかり小川選手がディフェンスしてますんで。その中でアレンが、星野が左サイド、寺園がアタック、得意の形、フローターショット。大津がしっかりと体を寄せてました。ただここも決めていきます。比江島ニュービル少しこう休ませられると。そうですね、はい、また明日もありますからね。星野のスリーポイントショット決まりました。島谷、アレンダ、ワイドオープンでスリーポイントショット、オフィシャルタイムアウト。宇都宮の方のスクリーンに対してコミュニケーションミスがあったのかなと思いますね。外に出すアレンのアタックを選択、ラモス、あ、ただここはよく手を出していた。その中で打ち切りました。相手のミスに乗じてアレン、そして鈴木が中にいる。アレンの左のフックショット、宇都宮ブレックス、スティール、ラモスの右の2ポイント。